さあ、もうエーペックスで思い出したけど、あれモバイル版終わるらしいね。モバイル版差し入れです。どうう差し入れするらしい。そうなの？そうなんよ。驚愕。なんで？なんでかわいい。あんまりあれか。質の高いコンテンツを提供し続けられないって。ああ。発表内容です。向上心ね。僕さ、クソ気まずいことあってさ。うん。差し入れが発表される6時間ぐらい前に、うん、なんか、うん、友達にこう。エーペックスやってないけど、エーペックスモバイルをやってる人が、はいはいはい、たまにアドバイス僕に求めてくるのね。会った時とかになんかエペモバ始めたんだけどどうすればいいみたいな。たまにアドバイス求めてくると思っていて、なんか結局頑張ってその人モバイルでマスターまで行ったのよ。すごくない？そう、サシューの発表される7時間ぐらい前に、うん、ね、はるちゃん最近モバイル版も敵が展開してくるようになって辛いんだけどどうしたらいいってLINE来てて、うん、っていうのを見た7時間後に僕ツイッター開いたらエイペックスレジェンドモバイル悲しい、なんで書いてたのこれ。もう教える必要ないねってこの連絡来てた後にツイッター見たら、差し入れのツイート見てマジで気まずいんだけどどうしたらいいって返しといた。シブハル PC 買うこと勧め。おい、とりあえずまあ PC 版来よっかって言っといた。そうだよ、PC 版絶対楽しめるよ。もう実際はスマホ版は入り口として結構優秀だから、そうね、その入り口に使って、ね、CS 版とか PC 版行くのめっちゃいいと思うけどね。もう腕はあるんだから。